皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。2023年6月9日ディズニーの新作映画リトルマーメイドが日本で公開されました。新人女優のハリー・ベイリーが演じる主人公のアリエルは美しい歌声を持つ人魚。ある日、嵐に遭ったエリック王子を救ったアリエルは人間の世界に近づきたい気持ちを抑えられなくなり、そんな彼女に海の魔女が恐ろしい取引を申し出るというストーリーになっています。本作は1989年に公開されたディズニーの同名アニメ映画の実写化。アニメ版の人気が非常に高かったことから、本作に対しても公開前から大きな注目が集まっていたのですが、いざ公開されると、残念ながら世界的大ヒットとは言い難い結果になっているようなのです。なぜ実写版リトルマーメイドは大こけしてしまったのでしょうか。今回はその理由に迫ってみたいと思います。アメリカでは大ヒットしたものの、日本では6月9日から公開が始まったリトルマーメイドですが、アメリカや中国などでは5月26日から、韓国では5月24日から公開がスタート。ところが海外では全体的に興行収入が振るわず、損益分岐点にすら届かないだろうと予想するメディアもあるようです。配給会社が集計した興行成績を公開するボックスオフィスモジョというサイトによると、6月7日時点での全世界の興行収入は約3億4000万ドル、内訳はアメリカ国内が約2億ドルで、それ以外の国の合計が約1億4000万ドルとなっています。すでに主要国の多くでは作品は公開済み、そのためこの数値が今後急転する可能性はほぼないと思われます。メジャーな映画スタジオが手掛けた看板作品の場合、アメリカ国外での興行収入が国内の興行収入を上回るのが一般的。例えば2023年公開のマーベル映画ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3では、アメリカ国内の興行収入が約3億3000万ドル、国外の興行収入が約4億6000万ドルとなっていました。また世界的大ヒットとなったザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーも、アメリカ国内の興行収入が約5億7000万ドルであるのに対して、国外の興行収入は約7億4000万ドル。リトル・マーメイドの成績はアメリカ以外での人気が低迷している結果だと言えるでしょう。さらに実写版アラジンを上回るオープニング興行収入を記録して、唯一好調だったアメリカ国内での客入りにも失速の傾向が。週末の興行収入は全体の数字を大きく左右するのですが、公開から2回目の週末の興行収入は約4100万ドル、前週の約1億1900万ドルと比べると56% も減少してしまいました。アメリカのエンタメメディアバウンディング・イントゥ・コミックスでは、興行アナリストが本作の損益分岐点を6億2500万ドルから7億5000万ドルと試算。最終的な興行成績は5億5000万ドルから6億5000万ドル程度にとどまり、5000万ドルから1億ドルの損失が出る大こけになっても驚かないと予想しています。他の海外メディアの試算もおそらく赤字、うまくいってもギリギリ黒字といった厳しいものばかり。リトルマーメイドの興行収入は惨敗となりそうな気配が漂っています。ではアメリカ以外の国では本作はどのような評判となっているのでしょうか。5月26日に公開が始まった中国では、最初の5日間の興行収入は1950万人民元、
スパイダーマンシリーズの最新作であるスパイダーマン・アクロス・ザ・スパイダーバースが公開5日間で1億4200万円に達したのと比較すると、かなり低調な滑り出しと言えるでしょう。また韓国では5月24日の公開以降の興行収入が440万ドル、公開初週の観客動員数は約47万2000人であり、これはワイルドスピードシリーズの最新作ワイルドスピードファイヤーブーストの約64万3000人を下回っていました。これほどまでに中国や韓国での成績が振るわない理由として、多くの人が挙げているのが主演のキャスティングに対する違和感。白人で赤髪のアニメ版のアリエルとは似ても似つかない黒人のハリー・ベイリーがアリエル役を務めていることを疑問視している人が多いのです。中国のレビューサイトドウバンでの評価は10点満点中の 5.1 点、工業データ追跡サイトのマオヤンでは、幼い頃に読んで育ったおとぎ話が見る影もない、私にとってリトルマーメイドは白人なのにと嘆く書き込みや差別的なコメントが相次ぎました。また韓国人のインスタグラムでよく見られたのは Not my Ariel というハッシュタグをつけた投稿、作品が台無しになったなどの厳しいコメントも数多く見られました。さらに中国共産党機関紙人民日報系の環球時報は公開前日に、同作が物議を醸しているとする論説を掲載。ディズニーは少数派を出演させる取り組みの一環として黒人女優を無理に起用したと主張し、これは人種差別の問題ではなく怠惰で無責任な策略だと批判しました。しかしロブ・マーシャル監督はこれまでハリー・ベイリーをキャスティングした理由は才能以外にないと断言。アメリカのエンタメ情報誌ハリウッド・リポーターのインタビューでは、あらゆる民族に目を向け最高のアリエルを探した結果であり、非白人を意図的に起用しようとしたわけではないと強調していました。日本市場の動向が海外のネット上で話題に。そして6月9日、ついに日本でもリトルマーメイドの公開がスタート。オープニング3日間の興行収入は 7.12 億円を記録したのですが、この数字を他のディズニー実写映画と比較してみましょう。2017年に公開され最終興行収入124億円を記録した美女と野獣のオープニング3日間の興行収入は 13.78 億円、2019年に公開され最終興行収入 121.6 億円を記録したアラジンのオープニング3日間の興行収入は 13.96 億円。つまりリトルマーメイドは近年ヒットしたディズニー実写化作品の約半分のスタートとなってしまったのです。その理由として多く挙げられていたのは、やはり中国や韓国と同じで黒人キャスティングへの違和感。日本でも以前からポリコレに関する議論が巻き起こっており、アニメで親しんだアリエルのビジュアルが完全に無視されていて悲しい。黒人差別とかじゃなくて、アリエルはアリエルらしい人に演じてほしかったといった声が上がっていました。また美女と野獣にはエマ・ワトソン、アラジンにはウィル・スミスといった誰もが知る有名キャストが出演していましたが、リトル・マーメイドには魅力的な有名キャストがいないという意見も。さらにゴールデンウィークに公開されていた名探偵コナン黒金のサブマリンやザ・スーパーマリオブラザーズムービーといったメガヒット作にライト層が流れてしまった影響も大きいと考えられています。とはいえ美女と野獣とアラジンの半分のオープニングであれば、単純計算で最終興収60億億円程度を目指せる好スタート。両作と比べるから物足りなく感じるだけであって、仮に60億円程度の興行収入になれば、マレフィセントやシンデレラ、
ライオンキングと同レベルの大ヒットで、年間ランキング10位圏内も狙える数字です。ただこれはあくまでも作品の評価が高く、口コミでロングランヒットした美女と野獣やアラジンと同様の推移で数字が動いた場合の予測値。面白かったけれどちょっと思うところはあると微妙な評価が多いリトルマーメイドがどこまで数字を維持できるのかは不安要素となっています。しかし8月上旬にピクサー最新作マイ・エレメントが公開されるまでの興行的期待作品は、インディ・ジョーンズと運命のダイヤル、君たちはどう生きるか、ミッション・インポッシブル・デッド・レコニング・パート1、キングダム・運命の炎など、リトル・マーメイドとあまり客層が被らなそうな作品ばかりのため、意外と息の長い興行になる可能性もあると考えられていました。ところが公開2週目の週末の興行収入は 4.53 億円、2週連続で1位を獲得したものの、前週と比較すると動員は大きく減少し、リトル・マーメイドの大爆死は決定的なものとなってしまいました。さらにレビューサイトでの評価も低く、例えばヤフー映画における評価は5点満点中の 3.2、星1つの最低評価をつけた人が全体の約3分の1となっていました。ちなみに他の話題作の評価はというと、スパイダーマン・アクロス・ザ・スパイダーバースは 3.9、 ワイルド・スピード・ファイヤーブーストは 4.1、 ザ・スーパーマリオ・ブラザーズ・ムービーは 4.0、 名探偵コナン・黒金のサブマリンは 4.3。これらの作品の評価と比較すると、リトル・マーメイドの低評価ぶりがよくわかりますよね。ところで、日本における同作の興行収入が予想以上の大爆死だったことについては、海外のネット上でもたびたび話題に。外国人ネットユーザーからは数多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。日本がとどめを刺してくれてよかったよ。最近のディズニーはポリコレ意識が強すぎる。少数派の意見に合わせすぎると失敗するということが分かって、いい教訓になったんじゃないかな。マイノリティへの配慮は必要だけれど、過剰な配慮は多くの人のためにならないと気づくべきなんだ。差別とかそういうことではなく、アリエルが黒人なのはおかしいと思う。海の中で生活している人魚は日焼けしないから肌が黒いはずがないんだもの。はっきり言って設定に無理があるわ。ポリコレも度が過ぎたら本末転倒ね。ある日本のレビューサイトでのリトルマーメイドの評価は5点満点中の 2.5。 同サイトにおける歴代最低評価を記録したらしいぞ。韓国では初日に動員数が10万人を超えていたけれど、日本は2日目でそれよりも低い動員数だった。日本の人口が韓国の約 2.5 倍であることを考えると、これは壊滅的な状況だよ。アジア市場はオリジナルが何よりも好きだから、余計な変更を加えると嫌われるんだよ。アラジンが日本でもヒットしたのは原作に忠実だったから。あれはテーマやカラーまでオリジナルのままだったから、全然違和感なく楽しむことができた。まさか日本での興行収入がここまで低いとは思わなかったな。日本より先に公開が始まっていたアメリカ以外の国々での評判がことごとく悪く、日本に救ってもらおうと思っていたディズニーは今頃青ざめているんじゃないか。アリエルはディズニープリンセスの中でも特に人気のキャラクターなのに、日本でも世界でも大爆死なんて笑っちゃうよな。ちなみに日本では実写版の上映が始まる1週間前にアニメ版のリトルマーメイドをテレビ放送。やっぱりアニメ版のアリエルの方が可愛い。海の生き物たちのくるくると変わる表情やオーバーリアクションが魅力的といった感想がネット上には寄せられていました。
実写版の宣伝のためとはいえ、このタイミングでアニメ版を放送してしまうと、アニメ版を見た直後に実写版を劇場で鑑賞した方たちは、両作品の違いに大きな違和感を抱いてしまいそうですよね。炎上の理由。実写版リトルマーメイドはネット上でも大炎上。先ほども触れたように、アニメ版と違いすぎる、ポリコレ意識が強いといった批判の声が数多く上がっています。アニメ版アリエルの外見の特徴といったら、白い肌と真っ赤なロングヘア。しかしハリー・ベイリーが演じるアリエルは黒い肌と茶髪のドレッドヘアーであり、原作とはかけ離れた外見でした。そのため、これは私が知るアリエルではないといった声が一部の原作ファンから上がる事態に。つまりハリー・ベイリー本人への批判ではなく、アリエルのイメージを守ってほしかったと感じたファンが批判しているという状況なのです。また原作アニメの白人キャラクターを黒人に変更した理由がわからないとの声も多く、ディズニー全体のポリコレ意識も批判の的になっています。ピノキオでブルーフェアリー役にシンシア・エリボ、ピーターパン&ウェンディでティンカーベル役にヤラ・シャヒディなど、近年の実写化映画では黒人俳優が白人キャラクターを演じる作品が増加。しかしこれらの作品も黒人が演じたことで原作のイメージが壊されたと批判が殺到してしまいました。それでもディズニーが黒人の起用を続けるのは、映画界全体でのポリコレ意識の変革があるから。2024年からはアカデミー賞に主要キャストにアジア人や黒人を起用する基準まで設けられるそうです。さらにリトルマーメイドの場合は、アリエル以外のキャラクターも炎上の原因になっています。アニメ版で丸っこくて可愛らしかったフランダーはリアルすぎる魚の姿に、ファンからは可愛くない、生々しいといった声が多く上がっていました。それからアニメ版ではロブスター寄りの見た目だったセバスチャンは、実写版では完全なるカニの姿に。実はアニメ版でもセバスチャンはトリニダード生まれの赤ガニと公式から発表されているのですが、多くの人がロブスターだと思っていたために、実写版のセバスチャンに拒否感を示すことになりました。まとめ。このように何かと批判の多い実写版リトルマーメイドですが、一部の人たちからは面白かったと好意的な声も上がっています。特に高く評価されているのはハリー・ベイリーの高い歌唱力。ハリーの歌声はアリエルそのもの。あまりにも素敵で心を奪われた。これ以上のアリエルは望めないほどに最高といった絶賛の声が多く寄せられていました。賛否両論というか、どちらかというと否定的な意見の方が多いですが、日本でも一応週刊の動員ランキング1位を獲得した話題作。これを見て興味を持った方は、ぜひ劇場へ足を運び、自分の目でその評判を確かめてみてくださいね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。